い、ということで始まりました釈迦ですチャンネル、いつもご視聴でありがとうございます。私、神と人間のハーフ、その名も釈迦です。そしてこちらの方、白シャツです。今回もよろしくお願いします。はい、ということで前回が、はい、また貴重という狭い範囲で僕聞いて、はい、全然求めてた答えが返ってこなかった。あー、なるほどなるほど、なるほど、なるほど、返ってこなかったから、はい、ちょっと狭めようかなと思って。ああ、内容ですか。だから歌舞伎町、はい、その中にあるホストクラブ、はい、このホストクラブの闇を知りたいなと。はい、なるほど、これはいけるでしょ。いけますね。だって実際ホストで働いてて、はい、ナンバーワンになってて、いろんな場面を見てるんでしょ。はい、これはちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、もう早速聞いていっちゃっていいですか。大丈夫です。いきましょう。ホストの闇、顔とか。顔、はい、結構なんか整形してる人とか。ああ、多いですね。ホストの人って整形してる人ってどれぐらいの。あ、そうですね、10割で言ったら7割ぐらいは整形も含めたらほとんどの人が整形だと思います。だからあんな、やっぱまあ化粧とか映り方とかにもよるでしょうけど、結構なんかやっぱイケメンが揃ってるじゃないですか。整形をしたことでキャラクター変わってもすごい人気になった方いますけど、まあ代表で言うとやっぱりそのローランドさんとかも。実際いくらぐらいこういったらかかんの。いくら持ってます今。あ、僕ですか。僕は今日8000円ぐらい財布の中入れてます。いけます。いける。はい、8000円でいけます。あの初回っていうのが初めて来た。あの、聞いたことある。3000円ぐらいでいけるんで。安っ。はい、安いとこだと1000円とか。え、初回ってそこまで安いんですか。まあ時間制ですけど90分ですけど。90分お酒は飲み放題。飲み放題です。だからお試しなんで。はい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 。いい人が見つかればそこで指名をして、やっぱお金を使うので。次からね。そう、出口は広く。出口は広く。はい。入り口が広いんじゃないかな。すいません、すいません、間違えた。入り口に。はい、入り口は広く。なんかないですか、闇。なんか自分が、こう、見たホストの闇。ホストの闇。まあ、闇というより、このお客さんとの関係性を深めるために、やっぱその、まあ、色恋とかってあるじゃないですか。あ、ありますね。結婚しようって言って、婚約届まで書いてるホストさんとかいらっしゃる。婚約届って何。あ、婚姻届か。婚姻届を、要するに、ホストが書いてるってこと。そうです、書いて、で、女の子も書いて、はいはい。俺がホスト上がったら結婚しようねって、それまで支えてねっていう。で、信用させといて、じゃ言い方悪いけど、お金をどんどんちょっと搾取できるようにしてるって、うん、まあもしかしたら結婚するかもしれないですから、それは分かんないですけど、やっぱりもうホストでナンバーワンになるっていうのはもう並大抵の努力ではないってことでしょ。そうですね、やっぱり一番っていうのは、いろんな物事を知ってて、うん、あの歌舞伎町のことだったら何でも知ってて、うん、そうっすね、で女性の扱い方とか、はい、そういうところでナンバーワンになってきたんですもんね。いやいやホスト、はい、めちゃめちゃ大変だと思う。なんかお酒飲んで楽しそうな仕事だなみたいな感じ皆さんされてると思うんですけど、はい、実際めちゃくちゃきつい、これはもうホストの闇だぜみたいなのってあるんですか。じゃあ僕が入ったとします、はい、まず僕何をやらされるんですか。マナーとルールですね。テーブルマナーとか。テーブルマナーね。例えばどういう。ドリンクの作り方とかですかね。ドリンクの作り方ね。はい、あとマナーでしょ。マナー作り方じゃない。マナー。あとは、タブーですね。タブー言っちゃいけないことある。そうです。女性に聞いちゃいけない質問とかある。初日はドリンクの作り方とタブーを教えてくれる。はい。あとはお店のルールですね。ルールね、ルール。いつになったらこれ、なんかテーブルつけるようになるんですか。面接があります。その試験があります。ちゃんと。あ、先輩が試験してくれます。なんかロープレみたいなやつがあって、はい、ちゃんとそれができないとつけない。もうつけないですね。言ってるんですもん。はい。あ、じゃあもう努力の世界なんですね。そうですね、努力の世界ですよ。ねえ、うん、いいこと言うね。ホストはね、はい、まあ、どの世界もそうなんですけど、結局やっぱりね、 LINE のなんか返信が早かったりとか、はい、そういう人がやっぱ勝つでしょ。まあレスポンスが早い人は勝ちますね。早いんすか。遅いです。ですよね。あの、じゃあどうやってナンバーワンになったの。まあちょっと恥ずかしい話にはなるかもしれないですね。普通の努力じゃないの。僕も新人の時とかに、その枕営業ってあるじゃないですか。はいはい、まあ、色恋とか、まあ、彼女だよとか、うん、そういうのをやった方がいいって当たり前じゃないですか。やっぱ女の子なんで恋愛感情持ち込むじゃないですか。それをしてたんですけど、売り上げが上がらなかったんですよ。でその色恋とか、うん、その枕とかをやめたんです。はい、やめて、なんか友達乗りみたいな接客に変えたら、うん、売り上げが伸びてったっていう。つまり先が下手だった。そういうこと、そういうこと。めちゃくちゃ下手そうだもん。なんでやねん。なんでやねん。どういう感じでことが進んでいくのかな。手順っすか。ちょっとだけ言えるテクニックだけちょっと。ああ、
こういるじゃないですか。そしたらおっぱいでしょ。おっぱい。これなんてことないでしょ。ナンバーワン。うそです。ありますあります。じゃあるけど。経歴詐称でしょ。さ誰が詐称すかもうね。いやいやいや。まあ幻のナンバーワンということで。いやギャグ戦もないわ。引き出しないわ。レスポンス遅いわ。せっかく言っただわ。だからもう絶対嘘やん。ナンバーワン。いいとこないですよ。いいとこないんですけど、そんな僕もやっぱりこう立たしてくれてるお姫がいっぱいいるよっていうこと。枕営業とかそういうのじゃなくて、茶化さんのね。キャラクターを愛してきてくれる方々のおかげでそうっすナンバーワンにたまたまなれたはい、たまたまもうやっぱ結局歌舞伎町の闇聞いてもホストの闇聞いても闇シリーズは結局釈迦の闇になるよね。そうっす、結局 YouTube どんぐらいやってんすか。もう1年半以上やってますからね。で、このクオリティなの。はいびっくりするよ俺ということで、ホストの闇でしたってことですけども、ね、皆さんもね、釈迦の闇ですか。もう釈迦の闇でしたけども、はい、どうでしたか、亀田さん。シェアシェアさん、どうでしたか。ダメだ、もう面白かった。はい、ということで、締めてさせていきます。ということで、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、シェアシェアさんの、繋がる情報はありませんということで、Twitter にしてていくと、フォローもぜひフォローしてください。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。それまで、さようならです。シャカディス、シャカリキ、シャカシャカシャカデス、シャカディス、お姫様たちよろしく、よろしくディス、シャカリキ、シャカシャカシャカデス、シャカディス、あなたと未来仕上げてゆきたい、シャカリキ、シャカシャカシャカデス、寝る前いつもよろしく、どうもディス、シャカリキ、シャカシャカシャカデス、あなたと未来仕上げてゆきたい。シャクディース。